イボンヌ・ボベ1901年7月16日1951年2月3日はフランスの聖アウグスティノス修道院に属する修道所。修道名はイエスの愛のイボンヌ。普通は略してイボンヌ・エメや生涯の大半を過ごした修道院のある村の名前を冠してマレストロワのイボンヌ・エメと呼ぶ。第二次世界大戦中に同盟国の兵士とフランスの レジスタンスに属す人々を助け、1946年には、セーアウグスティヌス修道院の同盟を創設した。イボンヌ・ボベが洗礼を受けた、コセアン・シャンパーニュの教会イボンヌ・ボベは、1901年7月16日、マイエンヌの南東にある村、コセアン・シャンパーニュにて生まれた。父は、アルフレド・ボベ、母は、ルシブリュレといい、ブルジョワジーの家庭であった。 父親は1904年10月17日、イボンヌが3歳の時に死別した。母親は、教師の職を得るためにやむなく幼いイボンヌをルマンに、住む自分の母親のところに預けた。そのため、イボンヌは、母方の祖母の下で暮らすこととなった。ある時祖母が幼いイボンヌに理獣の聖テレーズの、自助伝、ある霊魂の物語を読み聞かせたところ、イボンヌは、 非常に影響を受けて、成人になりたいと熱心に願うようになり、自分の罪を4分の3に減らすことに熱心に取り組んだ。後年イボンヌは母親と共に暮らすために戻り、母親が管理者を務める全寮制の学校に入学した。20歳の時にイボンヌは、無限在の聖マリアの子供たちの会に入り、貧しい人々のために活動した。 イボンヌは21歳の時に、その後の人生を決定づける出来事を経験した。その少し前、イボンヌは、超チフスにかかっており、チフスの急性期を脱して、回復期の治療のため、モルビアン県の村、マレストロアにある、アウグスウチノ会の修道所たちが運営する、小さな病院に滞在していた。イボンヌは、入院中の1922年7月5日、 イエス・キリストが目の前に現れ、十字架を身につけなさいと語りかけるという体験をした。イボンヌは入院中何度もキリストの権限を体験し、実体化したイエスは多くの場合、百合とバラの形態をとっており、時には金と混合石、あるいは香りだけという場合もあった。しばらくするとイエスがイボンヌの前に姿を現したり、語りかけたり、 相談に答えたりすることはなくなった。なお、この時イボンヌは第二次世界大戦の刑事を受けていたとされ、少なくとも彼女自身は献身の道を歩み始め、神の懲罰からフランスを免れさせるため、自らが犠牲になることが自分の使命であると思うようになった。1927年の3月、イボンヌは聖職志願者としてマレストロワの修道院に入る。 1935年、イボンヌはコミュニティの女子修道院長として選ばれる。イボンヌは第二次世界大戦中、同盟国の兵士とフランスのレジスタンスの戦士を病院にかくまい、逃亡を手助けしていた。時には同盟国の空軍兵士を修道所に変装させていたことを語っている。イボンヌはシャルルド・ゴールによってフランスのレジオンド・ドヌール勲章を授与されている。 1946年、イボンヌはセーアウグスティヌス修道院の同盟を創設し、初代代表を務めた。1951年の初め、イボンヌはアフリカのナタール州の修道場を訪ねる計画を立てていた。しかしそれは果たされることはなく、2月に49歳でマレストロアにて脳内出血のため死去した。ありがとうございます。